現在のことわからない。ゲームしか好きじゃない。二十歳の時のプリクラさん、落とした昆布を焼いて裂ける、幸せそうな口呼吸。現在のことを吸い込んだらスイッチを見つめる。押してみた2008年、50万しか下ろせない。毎日話すのはきついかも。二十歳の時のプリクラさん、3万になったり30になったり、今たつまきはどの辺かい。パーティーカールにイーグル散歩、前歯の後ろに釘入れてくれ。竜巻がゲーム巻き上げる、落とした昆布も浮かぶよ。昆布を使った前歯の後ろに溜めてみた。電話がめちゃ鳴れ、しかもよくわかんない。